第60回グラミー賞は2018年1月28日にニューヨーク州ニューヨーク市のマディソンスクエアガーデンにて授賞式が行われた。司会は前年に続きレートにショーウィズ・ジェームズ・コーデンでおなじみのジェームズ・コーデン。ニューヨークで授賞式が行われるのは2003年の第45回以来。受賞は各部門最上段に太字のもの年間最優秀レコード賞年間、最優秀アルバム賞年間最優秀楽曲賞、最優秀新人賞最優秀、ポップソロパフォーマンス最優秀、ポップデュオ、グループパフォーマンス最優秀、ポップボーカルアルバム最優秀、トラディショナル、ポップボーカルアルバム最優秀、ダンスレコーディング最優秀、ダンス、エレクトロニックアルバム最優秀、コンテンポラリーインストゥルメンタルアルバム最優秀、ロックパフォーマンス最優秀メタルパフォーマンス最優秀、ロックソング最優秀、ロックアルバム最優秀、オルタナティブミュージックアルバム最優秀、R&B パフォーマンス最優秀、トラディショナル R&B パフォーマンス最優秀、R&B ソング最優秀アーバンコンテンポラリー、アルバム最優秀、R&B アルバム最優秀ラップパフォーマンス、最優秀ラップ、サングパフォーマンス最優秀ラップソング、最優秀ラップアルバム最優秀、カントリーソロパフォーマンス最優秀、カントリーデュオ、グループパフォーマンス最優秀、カントリーソング最優秀、カントリーアルバム最優秀、ニューエイジアルバム最優秀、インプロバイズドジャズソロ最優秀、ジャズボーカルアルバム最優秀、ジャズインストゥルメンタルアルバム最優秀、ラージジャズアンサンブルアルバム最優秀ラテンジャズアルバム最優秀ゴスペルパフォーマンスソング最優秀コンテンポラリークリスチャンミュージックパフォーマンスソング最優秀ゴスペルアルバム最優秀コンテンポラリークリスチャンミュージックアルバム最優秀アメリカンルーツパフォーマンス最優秀アメリカンルーツソング最優秀アメリカーナアルバム最優秀ブルーグラスアルバム最優秀トラディショナルブルースアルバム最優秀コンテンポラリーブルースアルバム最優秀フォークアルバム最優秀リージョナルミュージックアルバム最優秀レゲエアルバム最優秀ワールドミュージックアルバム最優秀チルドレンズアルバム最優秀スポークンワードアルバム最優秀コメディアルバム最優秀ミュージカル劇場アルバムありがとうございます。